皆さん、シネマティーク！いやー、今、実は車の中からですね、生配信を、今日は、東京タワーのですね、イベント、僕も今日ね、3ヶ月ぶり、ちょっと今暗いんでライトつけますね。ここかな。うわ、もうなんか稲川淳二さんみたいなことになってるな、これ。ちょっと待って。どこに置いたらいい？これ。車の中から生配信ですよ、今日。ねえ。今ね、皆さんこれ見えますか？実は東京タワーのふもとからですね、スパイダーマン、スパイダーバースの生配信を、実は YouTube の方、あのイベントをね、やっておりましてですね、まあ、あの、EXILEの巻大さんとかね、MFLOWのバーバルさんもいらっしゃったというイベントで、明日のニュースになります。全曲今日はいらっしゃってましたね。ちょっとね、あまりにもね、綺麗なんでちょっと見てもらいましょう。これです。東京タワー見える？あら？これです！かー！まさに今、この東京タワーのふもとからですね、生配信今見えたかな？はい。あ、今ニュースでやってたようだった。本当に。あらあら嬉しいわね。ちょっと待って、これね、どっか、いい置き方ないかな、これ。これだとちょっと変な影になっちゃうしな。なのでね、今日はね、僕の車の中から緊急生配信ね、ということでね、仕事終わったのが今5分前に終わったんですよ。スパイダーマンのスパイダーバース。はい、ということでね、嫌だなぁ、怖いなぁって、まあ、たまにはね、こういう企画もいいのかなというふうに思っております。なので今日はね、クロマキーの合成がないので、あ、ここにいるじゃん、これスパイダーマン、これね、はい、スパイダーマンの生配信を今日はね、タイムループ映画ですよ。なので、ちょっといつもとはですね、ちょっとテイスト違いますけれども、生配信でね、やっていこうかと思っております。チャンネル高評価、そして、グッドマーク、フォローね、よろしくお願いいたします。もう、現段階で192人。じゃあ、最初にまずみんなでやる？シネマティークっつってね。で、みんなで乾杯しましょう。それでは、ちょっとね、これ、楽屋で出たお茶、ね、それを飲みながらですね、シネマティックやりたいと思います。じゃあいいかな？はい。ちょっと、これぐらいか？はい。それでは、車の中から、もう東京タワーの下から今やってますからね。それでは、今日もみんなで、シネマティック、ティク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 。いやー、今日は暑かったね。ね。ということで、乾杯！皆さん今日何県からアクセスしてますか？マジで後ろ人が歩いて、そうだよ、これ。普通にだってこれ東京タワーだもの。ねえ。ゴジラティークス、シネマティーク、ありがとう。何県から皆さん今日はアクセスをしておりますか？もう僕のね、今日はね、モバイル Wi-Fi で繋いでやってますよ。うん。なのでね、ちょっと今日はね、いつもぐらい長くはできないんですが、まあちょっとね、あ、初見、岡山県、山口県、大阪、高知、東京、広島、千葉、静岡、江東区、千葉県、大分、千葉、神奈川、岐阜、岩手、宮崎、八王子、京都、奈良県、茨城、静岡。うわー、すごい。全国から長野県、京都、千葉、ベイ FM の近所、中野区、お、中野からありがとう。北陸からこんばんは。あ、東京都から、玉屋さん、初めての人、いいねマークでちょっともらっていいですか？ねえ、シネマティックマークと言っておりますけれども、豊島区、東京、多摩市、いや、北海道、ねえ、あ、亀有、シネマティック、初見かな？ねえ、ドゥーさん、ありがとうございます。はい、もうね、初見の方はね、積極的にね、メッセージをね、あ、ちょっと前の島田秀平さんみたいな話、あ、そうそう。あの、都市伝説を今日は配信しますみたいな。そんな感じでね、サイレントヒルがいたっつってね、こんばんは、初見です。兵庫県、ありがとう。ボンマーさん、サッコさん、ピロコさん、原田大夫さんかな？はい。七崎ミクさんかな？横浜、シネマティークということでね。ありがとう、皆さん。バックトゥザフューチャーのね、配信もご覧いただいてますかね。あと、今日、なんか、新しくアップされたよね。YouTube チャンネルね。はい、そちらもですね、バットマンかな？はい、ぜひね、そちらもね、バットマンシリーズもご覧いただきたいというふうに思います。あ、千葉、初見、初見、斉藤さんですかね。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、じゃあ早速今日参りますよ。もうね、
おかげさまでバックトゥザフューチャーの配信がめちゃくちゃ好評でして、しかも金曜ロードショー、私有村昆もオープニングで出演しておりますけれども、数字が良かったですね。昨日か。昨日見た人いる？どれくらいの人見ましたかね？僕の生配信。バックトゥザフューチャーのね、解説を生で解説させていただきましたけれども、2面白かったね。最高でしたね。いよいよ来週は3。金曜日の夜9時のね、生配信ありますけども。あ、バットマン見たよ、だって。後ろにいる人形。どこ？後ろにいる人形いた？怖いね、なんかね。見ました。ありがとうございます。もうみんなね、シネマサロンメンバーのようなもんですよ、もう。YouTube メンバー。ね。ありがとうございます。天下富舞。そう、今日はね、ごめん。さすがに天下富舞は持ってないわ、これ。ね、生配信と一緒に見ましたよ。昨日のさ、2すごかったね。なんかスポーツ年鑑俺持ってたけど、ちょっと軽く、うるっと来ちゃったもんね。そう、アマプラでパート3、もう早速見たの。数持ってるアリコンさん見ましたよ。おさらいでもう一度見ました。チャッキーですね、つってね。ああ、今日は出来レースで、バックトゥーザフューチャーしか選ばない。面白いね。いいね、いいね。昨日楽しかったです。ガードマン来た。え、ガードマン来た今、後ろ？え、ちょっと今、一応ね、許可はね、東京タワーの、とこは得てるんでね、別に無断でやってるわけじゃないんで大丈夫です。うららーですね。はい。ということで、逆に言うと今東京タワーの近辺にお住まいの方はですね、東京タワーの駐車場に来れば私、有村昆に出会うことはできます。はい。ね。ということで、さあ、じゃあ早速行く？有村さん、今までバックトゥザフューチャー何回見てるんですかっていう。もう覚えてないっすね。なんか旅、つどつど見てるような気がいたしますね。バックトゥザフューチャーね。はい。ということで、あ、これやっぱこうやんないとやっぱ暗いんだな。今日のこれだとちょっと明るす、もうなんか、心霊番組みたいな今日生配信になってますね。ね、パージ待機中みたいですねっていう。ね。そうそう。顔がテカってます。俺だってまだメイク落としてないもん、これ。今日の。これぐらいか。これぐらいにしとくか。はい。ということでね、今日はですね、タイムトラベル、タイムスリップ映画、そしてタイムループものの映画で皆さんの好きな作品を教えていただきたいというふうに思います。さあ皆さん、じゃあまずはね、投票、今日は CG 使えないんで、普通にカウントでいきたいと思いますけれども、まずじゃあ邦画からいきましょう。邦画のタイムスリップ映画、これが印象的。何がありますでしょうか？さあ皆さん、どんどんね、書いていただきたいと思います。本当にあった呪いのビデオ。そうだね。生首になってますよ。確かに。これね、僕ね、あ、こうやるか。これいいね。あ、これいい。これ、上のサンバイザーのところ。どう？これ。ちょっと自然じゃない？あ、これがいいな。そしたらこれ下つけなくてもいいか。あ、こっちの方が自然だな。あ、よかった。どう？これ。こっちの方がいい感じじゃない？これ。テルマエロマエ、リターナー、時をかける少女、サマータイムマシンブルース、戦国自衛隊、時かけ、パラレルワールドラブストーリー、時をかける少女、いい感じ。あ、戦国自衛隊ね。もう、千葉真一さんと夏柳功さん、最高でしたよね。光ナイス。今日はホラー映画っぽいっていうね。同感、同族、時をかける少女。うん、やっぱりでもその辺入ってくるよね。僕はね、元廣監督、いろいろお世話になってるんで、やっぱりそのサマータイムマシンブルースはやっぱり非常に印象に残ってますよね。なんだ、エアコンのリモコンが壊れちゃって、で、それを1日前のエアコンのリモコンが壊れる前に戻るっていうすごいシンプルな話なんだよね。あ、コーヒーが冷めないうちにね、僕これ宣伝やってました。バタフライエフェクトミッション8ミニッツ。あ、皆さんね、これね、今邦画です。邦画でお願いします。はい。テルマエロマエバタフライエフェクト。ハッピーですが、今、邦画でお願いします。はい。バブル英語、タイムマシーンはドラム式。ホイチョウの馬場さんですよ。ねえ。なんか、今、こういった、なんていうのかな。80年代はもはやもう時代劇になってしまった。平野ノラさんとかね。逆にそれがパロれるいい時代になりましたよね。あ、アニメね。アニメはね、この後やりたいと思います。はい、今日はね、3つのコンテンツ。邦画編、アニメ編、洋画編と、この3つでね、駆け足でやっていきたいというふうに思います。はい。
一応ね、今日ね、この駐車場がね、そんなに長く入れないので、今ね、今からこの配信見た人のために、ちょっとじゃあ、東京タワー見せちゃうよ。東京タワーのふもとで本当にやってるよっていうところをお見せしたいと思います。これですね。見える？これ。すごいね。超いいね、これ。はい。ということで、見えた皆さん。今日も東京タワー綺麗だね。ちょっと今これ、充電だけしときますけどね。はい。東京タワーのふもとからね。そうだよ、これ。車の中でやってるんですよ、今これ。先ほどまでですね、東京タワーのドライブインシアターのイベントで私、アリブラコンね、ゲストで登壇しておりまして。ね、エグザイルのマキライさんとか、バーバルさんとかね、M フロー。いましたね。見える見える。いい眺め。綺麗だよね。ゴジラを見ながら拝見しております。あ、そうか。今日今ゴジラやってんのか。フジテレビ系列でやってんのかな、確か。ああ、そうかそうか。なるほどね。はい。ということでですね、今日はですから、有村コンの、今これね、ちょっと僕も携帯を出しまして、ツイッターと連動で行きたいと思います。はい。では、もう早速、投票、やりますか。はい。それでは、有村コンのシネマラボ投票です。今日ね、初めての方のために解説すると、今から1分間で1人1回だけ投票することができます。グッドマーク、いいねマークをつけて、まずは、邦画編。日本の映画のタイムスリップもの、タイムリープもの、1人1作品だけ投票をしてください。その上位4つを、このツイッターの、なんだ。投票モードでね、選んで決めたいというふうに思います。さあ、それでは、投票、スタートです！ディリティーティリティーティリティ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 リティ。いや、そうなんですよ。今日ね、ちょっとあ、ギャオスがいたっつって。あ、アリコンさん綺麗、ありがとうございます。もう今、車の中から、ライトというライトをすべてつけておりますね、今ね、私ね。つなぐ戦国自衛隊。さあ、一人一分間ですよ。一回だけ投票。戦国自衛隊強いね。バブル英語、解きかけ。テルマエロ前、解きかけ。来てるね。シネマティーク！今日もみんなで、シネマティーク！ありがとうございます。今、通行人にめっちゃ見られてます。私。バラット。テルマエロ前。サマータイムマシン、リターナー。バブル英語ってやっぱその辺が多いか。ちょっと今、ツイッターでね、つぶやく準備しますよ。あなたならどれ？今まさに。で、あと残り30秒で締め切ります。今、まさに、生配信中だよ、つって、ね。さあ、残りじゃあ15秒で締め切りますか？あなたの、好きなタイム、スリップ映画はつって、アンケートモードにします。はい。さあ、それではここで、5、4、3、2、1、締め切りです。はい、ここで投票ストップです。はい。何が多かったですかね？ちょっと常連の皆さん、ちょっと初めましての方もね、今日多いと思いますので、常連さんは、これが多かったっていうのはニコちゃんマークでね、ちょっと教えてもらえると嬉しいです。島田さんと車中コラボ。今度ね、でも実はね、島田さんとコラボやります。はい。都市伝説と映画とでね、コラボやりますんで、ぜひね、そちらもチェックしていただきたいと思います。時かけ、サマータイム。時かけがやっぱり、時をかける少女。それから、サマータイムか。サマータイム、マシン、ブルース。それからあと何があった？戦国自衛隊やっぱ入るか。戦国自衛隊。あとは？どの辺？あとテルマエロマエあたり入れとくか。そうだね。オッケーオッケー。じゃあテルマエロマエにしよう。いつもはね、CG 使ってやってるんですけど、今日はどうしてもね、ちょっと忙しくてね。はい。じゃあテルマエロマエと。ということで、はい、じゃあ今私有村コンのツイッターで
つぶやかさせていただきました。ちょっとね、今ね、リンクを送ります、皆さんに。すごい時代だよね。自分の車から生配信やるなんてさ、こんなことある？ねえ。これですね。コントロールし。じゃあ今ね、リンクをね、貼りますんで、皆さんぜひ、このリンクから辿ってってください。有村コンのツイッターをフォローもお願いします。リツイートもね、お願いいたします。ゴジラ対キングギドラ。リンクも送れるんだ。車の中で配信してるの、なんだかバックスルフィーた。なんかマーティーの、ね、僕デロリアン売ってなかったら、デロリアンから生配信やってもいいよね。マイコハーンつって。ねえ。お体お気をつけください。もうね、働いてますよ。いよいよね、コロナが明けて、だんだん忙しくなってくる兆しがありますね。はい。さあ、デロリアンではないですね。かなり珍しいケース。そうですよ。今ね、車内からね、お届けしておりますが。さあ、今、僕のツイッターから皆さん投票しました？ 4 つ絞っております。1つ目が時をかける少女、2つ目がサマータイムマシンブルース、3つ目が戦国自衛隊、で4つ目がテルマエロマレ、ロマエ。これで最終決戦投票とさせていただきます。あ、ありがとう、池子さん。石田さんもありがとう。都市ボーイズ、あ、いいね。都市ボーイズともやりたいね。儲けてくださいっつって。やらしいな。ね。さあ、それでは締め切りますよ。こちらもツイッター。皆さんね、お急ぎくださいね。5、4、3、2、1。はい、ここで終了でーす。さあ、今日はね、ちょっとごめんなさいね。この駐車場を使える関係でですね、ちょっと、どうしても早足に。後ろに車が。そうそう、今後ろの車、いるよね。怒られないだろうね、これね。一応警備員さんとかには許可得てるんで大丈夫だと思いますが。はい、ということでじゃあ、結果発表します。ドゥルッドゥドゥドゥー。すみません。よくわかりません。Siri が反応してしまいましたね。こんなことある？投票結果。あ、結果いきます。僅差です。時かけが 29%。テルマエロマエが 27% ということで、若干、時かけが多かったです。シネマティーク！ありがとうございます。ということでね、テルマエ、ちょっとでもこれ明日まで投票やってますから。あ、20リツイートもね、21リツイートもですね、皆さん、リツイートしていただいてありがとうございます。すいません、よくわかりません、つってね。すごいね、もう、シリ聞いてるからね。やばいね、今日の放送。ということで、大林信彦監督、ね、天国にいらっしゃる。今日ね、まさにね、スパイダーマン、スパイダーバースを、この東京タワーのイベントでやったので、スタンリー先生がね、ほんと、天国から見てらっしゃるんじゃないかという、そんな感じさえしましたね。はい。ということで、一応ね、邦画編でございました。さあ、続いては、洋画編です。はい。有村コンのシネマラボ、今日は緊急生配信ということでね、ちょっと仕事が10時までやってたもので、私、東京タワーのふもとからですね、生配信やってます。ちょっと一瞬見る？じゃあ、東京タワー映すよ、今から。これですね。かー、東京タワー。綺麗だな。ここでね、さっきまでね、スクリーンでね、やってたんですよ。スパイダーマン、スパイダーバースのね。さあ、じゃあ今日はね、ちょっと駆け足でね、行きたいと思いますけれども、アニメ編行きます。はい、じゃあアニメ編。じゃあ、どんどん行きましょう。スタンリー助手席にいる。怖い。逆に怖い。はい。テレ東の仕事ですね。いや、これね、今日はね、テレ東じゃないんですよ。ただ、明日の朝の、ワイドショーか。まあ、全局僕出ると思いますんで、もしよかったら、ニュースをご覧ください。洋画はいっぱいありすぎて、まず、アニメですね、アニメ。こんばんは。あ、マーキーさん、こんばんは。お疲れのところ、生配信ありがとうございます。毎週楽しみです。アニメです。ごめんね、アニメからいっちゃおう。で、最後、洋画やって、今日は締めたいと思います。アニメ編で、タイムスリップもの、タイムトラベルもの、皆さんの映画、教えてください。君の名は、時かけ。そうね、リゼロ。あっぱれ戦国大合戦。あー、みんな出てくるね。シュタインズゲート。
スタンリーのあの映画は好きそうだよね。でも、タイムリープものっていう意味では、ちょっとスパイダーバースも少し絡んでる気がしますよね。はい。あとは、戦国あっぱれ、君の名はドラゴンボール、復活ナイフ、シュタインズゲート、ハローワールド。君だけがいない街とか超良かったね。のび太の大恐竜もそっか。ドラえもんなんか割りかしそうだもんね。入りますよ、タイムボカン、オレンジ。時の旅人。クレシンがあっぱれ。泣いたよね。クレヨンしんちゃん。皆さんね、人の意見も参考にしていいですからね。一人一回だけしか投票できませんので、ぜひ皆さんね、人の意見を有効にしていただきたい犬夜叉、忍者バットマン。そうだね、バットマンがあれ戦国時代に行くっていうね、見せてた監督だっけ？僕お会いしましたよ。ああ、マドカマギカ。バブルへゴー。うるせえ奴ら。ビューティフルドリーマー。ドラえもん。まあ、いろんな作品ありますね。さあ、ということで、じゃあ、そろそろ、ちょっと今日はね、駆け足ですいません。東京タワーの麓から、車の中から生配信しております。一人一回だけ、いいねマークをつけて、投票をお願いいたします。もうなんか、警備員が来るんじゃないかと、もうドキドキしながら やってますが。それでは、投票スタートです！てってってれ、てってってれ、グッドマークで一人一回だけね。さあ、チャンネル、高評価。ここのね、グッドマークもね、ぜひ皆さん、今83グッド来てますけども、いいねマークよろしくお願いします。メメント。はい、さあ皆さん、グッドマークをつけて一人一回だけ投票ですよ。投票タイム。時をかける少女、シュタインズゲート、君の名は、時の旅人、うるせえ奴ら、ビューティフルドリーマー。やっぱりバックトゥルフィーズ。今まだ、あ、まあアニメでもあったけど、ね。忍者バットマン、うるせえ奴ら、シリは大丈夫？つって。シュタインズゲート、君の名は。やっぱ君の名は強いな。時かけ。あとじゃあ残り30秒で締め切りますよ。はい。じゃあね、僕は僕でね、今、これね、コピーしておいてね。次のね、つぶやく準備をしときます。じゃあ皆さんね、あと残り15秒で締め切りますからね。じゃあ残り10秒です。10、9、8。じゃあ君の名は。そこも入れちゃう。君の名はあまりにも多かった。5、4、3、2、1。締め切りでーす。締め切りシネマティック。すごい。本当に怪談番組みたいになっている今日は。これでも逆にレアよ。最近オリエンタルラジオの藤森さんとかもね、車の中から生配信やってるもんね。ああ、見たよ。バタフライエフェクト。さあ、皆さん、何が多かったですか？アンダル、ちょっと下手。シネマティーク。後ろには、嘘。後ろに。まさか、ちょっと、これ配信バレてんじゃないだろうな、これね。え？大丈夫かな？あ、もうゴジラが登場すんの、これ。君の名は、時かけ。クレヨンしんちゃん、うるせえやつだ。締め切りティーク。じゃあね。あっぱれ戦国、なんだっけ？正式タイトルなんだっけ？あっぱれ戦国、クレヨンしんちゃん。あっぱれ。あっぱれ。じゃあね、他のやつもね、どんどん行きましょうね。あと何が多かったっすか？やっぱ時かけか。時をかける人でも、これ周りに配信絶対バレてんじゃねえかっていうね。なんか皆さん今これ逆に貴重よ、これ見てる人。ドラえもん。じゃあドラえもん行くか。ドラえもんのび太の恐竜でいいかな、とりあえずね。はい。じゃあドラえもんのび太の恐竜。はい。のび太の恐竜。恐竜。あとじゃあ、時をかける少女アニメ版でいくか。時をかける少女。ということで、つぶやきたいと思います。はい。はいはい。じゃあね。ちょっとね、
そろそろね、警備員の人がですね、そろそろお願いしますみたいな、今感じてきました。じゃあ皆さん、リツイートお願いします。もうめっちゃ今ライブ感やってるよ、これはもう。めちゃくちゃライブしてますよ、今。今これのリンクをね、貼りますからね。はい。これか。はい、今リンク貼りました。皆さん、ここからアクセスしてください。誰かいる？おー、そうか。もうほんと、ちょっと俺も気になっちゃうな、これな。はい。今、東京、なんかざわざわ、まさかこれ、配信見てる人が来てるってことないだろうね、これね。やばいな、これ。ちょっと大丈夫かな。ゴジラが、ゴジラが、つってね。さあ、絶対鍵を、つって。もう、ホラー映画みたいになってんじゃないか、もうこれ。襲われたら皆さん、ニュースで、ちゃんと、あれですよ。その場見てましたって言ってくださいよ、もう。囲まれるよ、つって。本当だよ、ホラー映画でよ。なんかもう俺襲われそうな人みたいになってるじゃん。ブレアウィッチプロジェクトみたいな。ね。はい、ということで、じゃあここでし、あの、締め切りますよ。今、皆さん、有村君、今、ツイッターね、リンク送りましたけども、5、4、3、2、1。はい、終了でーす。さあ、どれが一番多かったっすか？ポチ。あ！意外や意外。クレヨンしんちゃんは低く、君の名はとドラえもんが36.4%で競っております。ほぼこれ同票ですから、これね。大変なことになりました。はい、ということで皆さんね、これ明日まで引き続きやってますんで、ぜひ皆さん多くの方にね、これリツイートしていただきたいと思いますので、ツイッターでリツイートお願いいたします。そして今、500人突破しそうですね。チャンネル登録、そしてこのいいねマーク、グッドマークね、お願いいたします。毎週土曜、日曜の夜10時からは、必ず生配信で、シネマ総選挙。今日はね、僕の車の中からですね、お送りする、大変レアな回となっております。スパイダーマンのドライブインシアターのね、私、解説やってたもので、今日は車の中から生配信とさせてください。それでは、ラストです。洋画編です。もう、洋画編の、あなたのナンバーワンだと思う、タイムスリップ映画を教えてください。はい。大丈夫？はい。リツイート完了。ありがとう。最初に東京タワーにいるって言ってしまったか。まあね、でも、どうなんだろうね。ちょっと車降りたら有村昆さんですかって、なんかもう絶対言われそうだな、これな。All You Need Is Kill, About Time, Main Black, 猿の惑星。ああ、傑作だね。ミッション8ミニッツ。タイムマシン、ああ、いいね。H.G. ウェルズかな？ドニー・ダーゴ。ああ、すごい、めちゃくちゃ来てる。バタフライエフェクト、ある日どこかで、バタフライエフェクト、オーロラの彼方やね。ああ、悩むよね。ベイビー、エンドゲーム、ファイナルカウントダウン、トゥエルブズ・モンキーズ、オーロラの彼方、猿の惑星、ランローロラン、バタフライエフェクト。ああ、バタフライエフェクト人気なんだね。超勉強になる。恋はデジャブね。よかったね、ビル・マーレだよね。ハッピーデスデーも最近よかった。ある日どこかで、パラドックス、イルマーレ、イルマーレよかったね。キアヌ・リーブス版もよかったね。トライアングル、はい、バックトゥ・ザ・フューチャー、タイムコップ、バタフライエフェクト。皆さんね、好きにつぶやいてくださいね。これね、本当に人の意見ってすごく参考になるんですよね。うん。あ、やべ、ちょっとなんか、人が本当に集まってこっちを見ている。アバウトタイム、メメント。さあ、じゃあここでね、もう投票いきますよ。はい。それでは一人一回だけ、このいいねマークをつけて投票お願いします。それでは、投票スタートです。はい。このいいねマークをつけてお願いします。あー、ルーパーね。あったあった。インターステラー。それから、やべ、写真も撮られてる今、なんかわかんないけど。大丈夫かな？東京タワーの写真を撮ってんのか、僕を撮ってんのか。さあ。プリディストネーション、バタフライエフェクト、すごい！早い！めちゃくちゃログが流れまくっている！バタフライ、インターステラーもそうだな、ある意味ね。ランローララン、バタフライエフェクト、ターミネーター、ハッピーデスデイ、タイムコップ、オーロラのカナダ、リバース、オールユーニードイズキル、アフタータイム、ああ、そうだよね、猿の惑星、ある日どこかで、うわ、タイムラインがすごすぎる！すごすぎる！すごすぎる！ スローターハウス、ターミネーター、ある日どこかで、エンドゲーム。あ、エンドゲームもそうだね。バックトゥザフューチャー見ててセリフありましたもんね。インターステラー、アベンジャーズ、エンドゲーム。はい、ここで、じゃあ5、4、3、2、1。
終了でーす。さあ、じゃあツイッターでね、いよいよ決戦投票で、もうちょっとバックトゥザフューチャーは、おそらくみんなバックトゥザフューチャーで選んじゃうから、選ぶのやめようかなと思ってるんですけど、どう思います？皆さんバックトゥザフューチャー入れたい？なんかもう殿堂入りでもいいかなと俺は実は思ってて、ね、ちなみにさっきの表は君の名が今伸びてますね。ちょっと見ていただくとわかりますが、すごい君の名がやっぱり伸びてますね。はい、じゃあね、何が多かったですか？急げアリコンさん、500いきましたね。すごい。バックトゥザフューチャー、完全に外に声漏れてます。何が多かった今。もうバックトゥザフューチャー、じゃあ以外で行こう。その方が面白い。じゃあインターステラーアバウトタイム。オッケー。インターステラー、インター。アバウトタイム良かったよね。大好き。次、あと何がある？さあ皆さんもうラストですからね、今日ね。あ、ターミネーターもそうだね。ターミネーター多かったか。楽しいっつって。あ、いいよ。じゃあターミネーターにしよう。あとラスト1個。ターミネーターとあと何にしますか？ターミネーター傑作だもんな。で、タイムスリップもの。恋はデジャブは少なかったんだよね。じゃあ、バタフライエフェクトだ。あー、そうなるとバタフライエフェクト強いかな。バタフライエ。オッケー！じゃあ、これでつぶやきまーす。はい、今つぶやきました。今、有村コンのツイッターをですね、洋画編、これめちゃくちゃ盛り上がりそうだな。これは相当なアクセスがありそうな気がします。はい、じゃあ今、コピペをしたので貼り付けます。はい。ある日どこかでいろいろ警備員、うん、そうなんだよ。すげえさっきからもうさ、なんか囲まれてる感じすんだよ、この車。怖いよ、怖いよ。今日逆にすげえ貴重だよ。はい。今ね、有村君のシネマラボ。ぜひ皆さんね、ツイッターからいろいろな情報を発信しておりますので、リツイート、そして、フォローもお願いします。あ、すごい、もう104いいねつきましたね。ありがとうございます。シネマティック。もうね、皆さんとやるこの週末の生配信。明日はね、僕夜、自宅からちゃんと配信するので、しっかりと、お届けできるかと思いますが、今日はね、どうしても僕の自分の車という、僕はあんまりテレビとかでも自分の車、デロリアン以外は出していないので、逆に貴重ですね、これね。襲われますね、つって。怖いよ、もう。はい、さあ、じゃあいよいよラストですよ。今皆さんで、ね、ツイッター、ぜひ、リンクを貼ったので、お願いいたします。さあ、今、行きましたかね、皆さんね。ポチ。はい。ツイッターやってないのでごめんなさい。あとね、有村コンのね、シネマラボというね、有料で月々2500円で僕と一緒に映画を見に行けたりとか、僕と一緒に映画をね、直接、オフ会で語れるイベントもやってますんで、ぜひ興味のある方、今ね、僕、シネマラボのリンクも送りました。ぜひ皆さん、こちら、リンクを踏んでみてください。なにこれ？ギャラリーとか危なかったら離れましょう。アリコンさんの命が大事です。ありがとうございます。まあ、そこまで逼迫した状況じゃないとは思いますけれども、はい。車何乗ってるんですかということ。ああ、じゃあね、そろそろちょっと薪がだいぶ出ておりますので、5秒前、4、3、2、1、終了です。さあ、ここの現段階での、来ました。投票いきます。一番多かったのは、洋画編。ターミネーターだね。強いね。47%。そして、バタフライエフェクトが 26%。インターステラー 18%。アバウトタイムは惜しくも 6.7%。そして、アニメ編は君の名が 39% でダントツ1位。それから、邦画編は、時をかける少女、大林信彦監督でございました。皆さん、ご参加いただき、シネマティックありがとうございました。はい。ということでですね、今日はね、ちょっとごめんなさいね。急遽ですね、なかなかレアなケースですけれども、ちょっとタイムスリップ映画、こんな感じでね、車の中から
東京タワーのふもとからね、お届けいたしました。最後にじゃあもう一回ね、東京タワーお見せしましょう。はい。どれですか。わー、綺麗だね、東京タワー。こんな感じでですね、東京タワーが綺麗に映っております。はい。ということで、明日夜の10時からですね、また有村コンの、シネマラボ生配信は自宅からやります。明日はなんと盛り上がりそうです。もう悪口大会。そうです。R18 映画です。エロ、グロ、いろんなね、ちょっと R18 映画についてですね、ナンバーワンを決めていこうと思っておりますので、ぜひ明日日曜日の夜10時からもご参加ください。はい。ということで、このまま逆にタイムスリップして帰りたいと思います。ということで、以上、映画コメンテーターの有村コンでした。皆さん、じゃあ素敵な週末をね、お送りください。シネマティーク!じゃあ最後にみんなでやるよ、シネマティークっつってね。それでは、また明日です。そして来週の金曜日はまた金曜ロードショー、バックトゥザフューチャー3。今回素敵なゲストもね、お迎えしてお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加のほどお待ちしております。それでは、有村コンのシネマラボ生配信、ここで自分の車から終了したいと思います。はい。それでは、さよなら、シネマティーク!ありがとうございました。おやすみなさーい。また明日夜10時にお会いしましょう。待ってまーす。